今日スリランカのお友達が、来てくださいまして、サマンペレラさんとこ、お坊様のお名前はダンミカイさんと、あの方はデアンタさん3人の方が来てくださいました。そして一緒に兄が、偶然兄がいましたので、その今からお参りをするところです。兄の後任が同志をしてくれます。あ、どうぞ。はい、どうぞ、ご紹介してください。どうもありがとうございます。本当にご縁をいただきましてね。はい。そうですか。もう日本長いんですか。私は若干長いんですよ。はい、そうですか。最初大阪に留学をしておりまして、はい、それからご縁があって奈良に住むようになったんです。はい。そうですか。それから最初は教育関係の仕事を学校に勤めたんですけど、はい、それを一応退職して、まずスリランカの料理店、はい、それ13年前に、すごいですね、ハンナ道路沿いで、はい、やりだす。あ、もしかしましたら向こうの方じゃないですか、学園前とか、はい、あちらの方に向かっていく途中の右手にある2階建ての、はい、私ね、一度行ったことあるんですよ。あ、そうですか。ハンナ道路沿い、そうそう、ああ、それ行ったことあるんですよ。あ、はい、そうですか。そうですか。はい、ね、はい、はい、いや、はい、で、それはちょっと、実は、バングラディシュ、バングラディシュとは、交流がありまして、わかりました。で、この奈良県に、バングラディシュの言葉を話せる方がいらっしゃらないかなということで、はい、ちょっとあちこち回ってた時ありましてね、はい、その時に、あ、ここももしかしたらと思ってたんですけど、行っていただけたら友達何人か、はい、あ、はい、奈良女子大の学生とかです、ね、はい、ああ、はい、いやいやいや、あ、そうですか、はい、それでちょっとそれで、まあ、いろいろ奈良、例えば芸師や、はい、社交学青年小屋前の人です、はい、しながら奈良で一応頑張っているところです。はい、神子坊さんは最初、はい、どうぞ。はい、15年間同盟になって、そうなんですか。中学に帰って、お前に行って、はい、そうですか。先日さんが、はい、はい、毎年花祭りを行うために来ますね。ああ、そうです。名古屋と、はい、静岡と奈良、奈良と大阪です。ああ、そうですか。それなんか的に考えると、はい、お釈迦様の花祭りっていうのは5月なんです。はい、足してください。いや、ありますから。
ありますか。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちくださいね。で、時間大丈夫ですか。はい、そのシリアを残らせていただきましてね、あのなかなかこう細いところもありますね。そうです。この高いところで、スリランカはまだ私は行ってない。私はバングラデシュだけなんですけど、写真見るとインドの写真とか、あ、師匠はインドの方に、はい、行ってますよね。またぜひ、はい、ありがとうございます。あの割とね、あの立法、さっき言ったのその立法のその大乗仏教で、はい、はまだ非常に熱心な共産仏教が残ってるわけなんですよ、やって。またでもスリランカの仏教は特別ですね。はい、そうですね、そうですね。本当にスマナサラーナさんの本を読ませていただきましても、はい、あーはっとね、ああすごいなっていう、はい、ありますね。ダンマパダとかスタニパーダの、はい、パッサナ瞑想とか、はいはいはい、いいですか。どうぞお召し上がりください。どうぞ、はい、そうですか。僕の方は思想家の方で最初に留学しておりまして、はい、ああそうですか。それがあの京都の大学院に、あ、すごいですね、はい、社会福祉について研究する。はい、ああそうですか、はい、じゃあもう日本のこういう仏教のこともかなり勉強されて、はい、現地で、そう日本で学んだことを生かしながら、はい、その幼稚園個人学校にですね、はい、いろいろお世話とかしながら、はい、そういう勉強も少ししてるんですね。菩提センナのことを言ったってください。あの出演されたということで。そうです。何でしたっけ、あれ大仏、大仏開眼の NHK で、ですね、すごいですね。菩提センナさんの役でした。それはどこからスカウトが。いや、以前いくつかなんか、そういう番組に出たことがあって、ああそうですか、これが辺日本人という番組だったり、はい、ありましたね。あれもなんか、はい、出られたんですか。昔も出た当時の話ですけど、はい、まあいくつか、まあいろいろまたまだあって、はい、たまたま上がっている。それから今そのやっぱりね、現地でも学ばなってら、はい、養殖なんで、はい、檀家さんたくさんおりまして、はい、あまり外をずっとばっかりおると、はい、檀家さんも世話できないですから、あ、はい、こちらの大学院の研修終わってからすぐ戻って、はい、まあ、現地で今福祉的なことをしながら、はい、日本に年に1、2回、はい、その特別にこの、はい、花祭りを中心に、はい、今日スリランカではお釈迦様のその誕生と、はい、それから悟りになったっていうことと、はい、それから涅槃になったっていうのは、はい、同じ日っていう5月の満月、満月の日っていうのが、はい、そういう昔から教えになってきて、はい、それは僕らその関西に住んでいる、はい、簡単なスリランカ祈祷会みたいなものがありまして、はい、貸しながら私、まあ、一応私それの代表をしておりまして、はい、
まあ、まあ、だって言っても150人おるかいないか関西です、はい、奈良には非常に少ないんですけど、はい、大阪工芸結構、まあ、大学留学生が多くてですね、はい、で奈良とか大阪でそういう花もする、また名古屋とか静岡でも、はい、おじゃあ全国的にで、そうですね、まあ1ヶ月半ぐらい滞在して、はい、まあ、むしろ現地のその両親のことも、はい、まあ、老人ホームとかも、うん、まあ、そういうもちろん福祉でやってますから、あ、うん、まあ、いろんな形 の、 その現地による檀家さんの協力も日本に出会った人たちの協力もいただきながらですね、はい、クジャクの羽みたいに綺麗に、だからクジャクヤシって言うんですけど、それの蜜とかよくあのお菓子作ったりとかも使いますけど、ね、スッタニパーターとダンバパターの協定はスリランカにしかないんですか？いや、海沿いに伝わったのはもうスリランカだけですね。そうか、残ってるってこと、2000年前の2500年前のそういうですね、2600年前2600年前、うん、長谷さんも行った時もそれだから3回行ったと書いてあるからですね。そうなんですか、うん、それと一番3回に行ったのはスウェーデンカの山の中に一番
高いの山の上に仏足、はい、席を置いてあるから、はい、そこもみんな、はい、拝みに来ますから、はい、仏寺寺寺もある、お釈迦様の左の歯、はい、それも権利の仏寺寺寺に残っているから、はい、へぇー、ですね、はい、そうですか、まあ、石灯がないやし、はい、一つ、菩提寺もね、菩提寺ですね、元々の菩提寺も、はい、今、中段からあります。本当にそのお釈迦様を取り開いている時の、はい、あの鞘したお釈迦様が五大寿具のスリランカしかない、はい、残ってないです。あ、そうなんですか。インドのはインドもない、そっちの元々の五大寿具がなくなったんです、はい、インドのそのアショコの、はい、アショコの娘です。娘、はい、さんがインドからその五大寿具の枝をスリランカいるでしょ。それを今ずっとスリランカ、はい、代々で守ってきてるわけなんです。で、もともとインドの菩提樹がもうすでになくなって、ただスリランカの菩提樹からまだ枝持っていったっていう話もあるんですよね、インドには。なんかテレビでやってました、BS で、はい、あの母を。ああ、そうですね。あのお嫁様に来られた時にどうのこうのとか、そうですね、盛大な祭りが、そうです、あの象祭りでよく、はい、8月象を集められて、そうですね、この菩提樹の葉っぱをこう渡されるこういうなんか風習とかないですか。あれは違うんですか。あの菩提樹の葉っぱっていうのはどっちかといえば、はい、あの渡されるっていうよりは、僕は子供の頃とかは、はい、あのよく教科書の中に、はい、あの何て言うんですか、あの押し花みたいな、押し花で、はい、あの日本で、まあ、ありますよね、はい、しおり代わりに、はいはい、しおり代わりにほとんど菩提樹の葉っぱを置いていく、はい、まあ一つ、まあ、一つ、まあ、ルールというのはまあ、はい、まあ新鮮なもんですから、はい、よく覚え、はいまあ、まあ勉強よくなるようにということと、はいはい、まあやっぱり勉強っていうのは一つのバーバナって言ったらいいですか、はい、メディテーションですよね、はい、勉強っていうものもですね、はい、どっち、はい、ちょっと一生懸命注目しないと勉強できないわけなんでも、はい、やっぱり菩提樹の葉っぱ見るとなんか自然的に、はい、なんかそこに行ってしまうっていうのが一つあります。もう一つはまあ、ね、勉強しないと神様は助けてくれないんですけど、まあなんとか菩提樹の葉っぱがあればなんとか助けてくれるんじゃないかな。それは精神的なことですけど、ね。うちのお寺もそこに菩提樹がありましてね。あ、そうですか。はい、ちょうどその熱取り地蔵さんとあの。前掛けしてます、お嬢さんの前なんですけど、はい、はい、日本もここ最近急激にちょっと気候が変わってきまして、はい、暖かくなってきましてね、ですね、はいはい、その菩提樹っていうのはどちらから、はい、中国でやってます、はい、中国、冬は大丈夫、はい、冬になったら、はい、冬です、冬が厳しいですね、厳しいですよね、はい、なかなかね、なんですから、本当心配してたんですけど、今は元気に育ちまして、どれぐらい今行ってたの？もう7、8年ぐらいですかね。大丈夫ですか？もう大丈夫ですよね、はいはい、冬だけでやったんですか？ちょっとね、なんか小さな、なんか作ったら、ビニールハウスのような、ビニールかぶせましたね、かぶせておれば、大丈夫だと思います、はいはいはい、16、7年前にインドを北条さんが連れててくれたんですけど、20年ばかり。その時あの日本人もあったんですけど、スリランカのお寺さん、すごい立派でしたね。あれ、国営なんですかね。ですからね、はい、ですよね。立派でした。あ、はい、お参りさせていただいて。ああ、インドの中に、はい、ああ、そうですか、ブッダガヤも、ね、ああ、インドの中に、まあ、スリランカのお坊さんが一番権利持ってるんですよ。あ、はい、あの世界仏教連盟ありますよね、はい、あの日本人入ってないですよね。先ほどもあるお坊さんが入っているね、はい、ああ、そうですか、ね、はい、入ってる、入ってますよね。あのバングラデシュにダルマラチカジっていうお寺があるんですよ。そこのマーセロ
マハスロー氏っていう方にとちょっと会ったことあるんですけども、はい、その方もその世界仏教連盟のなんか一つ理事かなんかされてるみたいなんですね。はい、仏教の会やって、それはあの2年間前のスリランカで行ったね。他の全ての国から行ったね。お父さん日本からも参加しました。ああ、そうですか、ね。はい、それは大統領をはじめに。はい、仏教大学も別にありますから、お坊さんのために、スリランカは。カサ、お使いください。ありますカサ。無料でやってるからね、坊さん。おお、そうですか。それなんか、まあ、基本的に、全体的な大学が、やっぱり基本的に宅発ですか。大体ね。実はスリランカっていうのは、ヨーロッパの、スリランカ何が一番盛んかといえば、やっぱり、世界的に有名かというか産業としては紅茶なんですよね。セイロン茶、セイロンティーって言っても有名世界、はい、でその次は万能業はそのヤシとかそういう関係があって、うん、その2番目で言うとその宝石なんですね、はい、色石ルビーとかサファイアが世界一取れる国であって、はい、その次はやっぱり観光なんですよね、はい、世界遺産もたくさんありまして、はい、本当に仏教の遺跡が多いですね、はい、中でも、はい、でそういうもんでスリランカが立ち上げていってるわけですけど、はい、ただちょっと27、8年にわたっての内戦があったんですよね、はい、国の中で、はい、南インドのそのタミルっていう民族と、はい、シンガルっていう民族の、はい、それはどっちいいかどっち悪いかっていう、まあ、戦争が良くないんですけど、ちょっと内戦があって、まあ、なぜ原因といえばその南インドのスタミル人がスリランカの北の方が、はい、にたくさん住んでおりまして、はい、一般のシンガ人よりは8割9割ぐらいはスタミル人が多かったわけなんですよ、ね。はい、でスリランカの政府があんまり無視してほったらかしたわけなんですよ、はい、その辺が、はい、でそしたら私たちの国を作りたいと、はい、スリランカのっていう政府からもう独立したいっていうような民族運動をやっていって、はい、で割と大きい内戦でその NTT ガリラって言って世界的にもアルカイダより怖いのありましたんですよ。何人ですか？それはその南インドのタミル人っていう、タミル人、はい、同じアリア系ですけどね、はい、ところで、まあ、長年あってちょうど3年半かな4年ぐらい前にもう完全に終わったんですよ、内戦が、はいはい、南インドのタミル人がご一緒なんですね、スリランカ。そうですね、あの北の方。お母さん頭いんちゃうの？そう、北の方に、ね、歴史が好きだったね。そうなんですよ。7割はシンハラ人なんですよ。その残りの3割のうちタミル人もおって、イギリスから残ったそのイギリス的な人もおって、アラビアから来たムワ人もおるわけなんですよね。でその戦ったのはシンガル人とタミル人と戦って、で結局内戦がもう完全に終わったんですね。終わってからまだ今すぐ近代化に始まって、もうちょっとまあいいかわからないけども、立派なたくさんホテルもできて、世界中すごい注目してる国になって、いっぱい人も観光に来てるわけなんですよ。今は落ち着いてる？もちろんもう全然落ち着いて、こんなことあったか、まあ、本当になかったみたいな感じで、それはタミル人とシンガラ、はい、シンガラですね。シンガラ人と結婚なさる人もいる、ね、もちろん結婚なしてる人もおるし、そうなんですし、また仲良くはもちろんしてる、まあ一部分だけなんですよ、そのガリラっていうのは。でまあ、あまりね、いい話ではないんですけども、本当にそのガリラの一部分を戦後もう暗殺されていったわけなんですよ。もうとにかくもうガリラっていうものがもう完全に、日本も割と、まあ、和平の話とか、まあ、話し合いで終わらすために、箱根会議っていうのがありまして、はい、2002年ぐらいあたりでしたっけ、
あの日本でその時その平和大使みたいな感じで明石さんっていう方がいらっしゃいますね、はい、外務省も昔、はい、結構真ん中に入って結構あのそのガリラの方とスリランカ政府の架け橋になってですね、はい、結構あのノルウェーと一緒になってですね、はい、いろんな活動はやってきてたんですけど、はい、もうちょっとうまくいかなくって結構でもう内戦でもう殺されて終わったっていうことになる、はい、仏教の国ですけど、はい、それ以外怖いことたくさん起きたわけなんですね、自爆テロあったり、はい、いろんなことあったわけなんですよ、はい、今も完全にもう本当に落ち着いて平和になって、はい、まあ今はちょっと残念ながら中国がすっごい入ってきてるんです、もう中国のいつか中国国の領になるかみたいな感じで、日本も一緒ですよ、狙ってきてるんですよ、もう高速道路金使って高速道路作って新しい空港を作って港を作って、もうなんて言うんですか、石炭とか金買ってですね、金買ってね、もう本当に中国がもう危ない、スリランカ政府の大統領も、はい、お金いってるからもうどうぞみたいな感じで、はい、ちょっと残念ですけど、はい、中国が今思い切って、はい、前はまあどっちかというとヨーロッパが結構注目されたわけなんですよ、はい、その次はやっぱりアメリカ狙ったわけなんですよ、スリランカって、はい、だからインドももちろん近い国やから、近くて一番大きい国はインドですよ、はい、インドもすごい狙ってわけですけど、はい、九州よりちょっと大きい島なんですよ、はい、そんな大きいところじゃないけどでも場所はいいんですね、はい、世界地図でいうとちょうどその南半島からそのなんていうんですか、はい、渡る場所なんですね、あ、はい、中継地点、中継のですね、はい、だから休憩できる船行っても一番、はい、入りやすい場所、インドは最近ちょっと治安が悪いイメージがありますね、うんですね、事件が出るんですよ、はいはい、そのまあ、シンガポールが割とその船の泊まる場所としてまあ有名じゃないですか、はい、シンガポールよりは地理的にはスリランカすっごいいいんですよ、はい、それが中国が分かってるんですね、あ、だから狙ってるわけなんです、はい、だからまあどういうふうに変わっていくか分からないんですけど、はい、まあ、でもその仏教は多分ですね、それなんかからもうとともにみんな生活しますから、小さい時からも教育学校行って、まあ一部分ですね、人生の流れの。でもう一つその占いっていうのもそれなんかありまして、それが仏教とも関係あって、その星占いですね、ヘラスコープっていうですね、その生まれた時間で運命を、人生の流れを、まあ、どういうな人間になるか、どういうな形、日本でもこんな分厚い本出てます、ね、何月何日生まれたらこういう人になるって、星やっぱりどうしてもそれもちょっと仏教に関係あってですね、もうに日本では私たちここには卑弥呼が住んでました、桜井に卑弥呼、卑弥呼は九州の大分の宇佐八幡宮ってありますけども、その社員があるんです、宇佐社員から、はいはい、宗像家からこっち来たんです、来たんですけど、で星の研究をしてました、ここで星の研究をしないと天変地異とかを見分けるために、話中でまた後で電話していいですかね、はい、失礼します。先生術っていうのはもともとそうだもん、もしよかったら、まあ大したのはないけど、まあダミコボさんの活動だけっていうところで、たまたま車の中でしたね、それはどうもありがとうございます、車の中でありましたから借り物させてもらって、幼稚園、個人のね、子どもたちの幼稚園が運営してるわけなんですよね、ご住職、これご住職の幼稚園ですか、さくら幼稚園っていう、さくら幼稚園、ご住職のお寺です、お寺っていうか幼稚園、学校を経営されてるお寺って多いんですか、大体幼稚園だけで、幼稚園だけです、これは完全に経営っていうよりも、もう、はい、子
この子供の教育も制服も食事も全て無料なんですよ、はい、自分にいただいている寄付でさせていってるわけなんですね、はい、ドラえもんがいますそうですね、はい、あ、そうです。現地にいる檀家様とまた日本のさまざまな人からの協力もね、取っていただいて、はい、自分も活動しているものでですね、うん、これ一つだけであって、あの、うん、僕らね、メガネも結構、うん、私の名前ね、はい、あのサマンペレラと、はい、はい、パソコンに入れたらいろいろ、あ、そうですよ、また、はい、まずは見せて、大したあれがないんですけど、いやいや、見せていただきます、また、はい、あの、ヤホーかどこか行っていただいて、はい、それはあの仏寺を飾ってるお寺なんですね、はい、お寺ですね、寺なんですね、立派な、はい、立派っていうか、もう宝物みたいなものですね、楽しそうですね、はい、やっぱりね、国を立ち上げていくために子供たちが一番大事なんですよね、はい、うん、神様、いい方と巡り合って、いや、私、いい方、いい方しか巡り合わないようにできてる。お知り合いになったの、インターネットちゃうわ、あれよ、あれドライブしてたら、うん、あの、言い張ったから、あの、お送りしましょうかって言って、うん、ああ、みんな、これはあの子供たちが書いたんですね、この名前は。そう、無事職が、一生懸命、すごいですね、うん、いやー、観音様のこれですよ、いや、すみません、どうもありがとうございます。これも僕ね、井戸を作ったりとかね、はい、あ、そうなんですか、まあ、一応、はい、あの、そういう、サマンさんの関係で、はい、奈良のあるふれあいの会の理事長の炎上で出来上がった、はい、あ、いろんな人のね、あの、団体の協力をいただきです、はい、スリランカでもナーガっていうのは竜ですか？ナーガ。ナーガっていう、あの、ナーガっていうのはヘビ。ヘビですか？はいはい、どうもその日本にあのイザナギ、イザナミって言って最初の神ですけど、そのあの仏像はイザナギ、イザナミのひ孫にあたる人のニギハヤヒという人を表してるんですけど、十一面観世音菩薩っていうんです。完全菩薩ですね、日本、はい、それが一番平等寺が一番古いですね、うん、その信仰の一番古い場所、十一面の一番古い場所ですね。で、あのナーガっていうのは、うん、イザナギ、イザナミって、うん、台湾も神様蛇ですね、もうですね、あの、そうですね、蛇、そうですね、インドもそうですし、うん、まあ、スリランカももちろんその影響はありますよ、はいはい、まあ、仏教にももちろん歴史できますね。お釈迦様はあの悟り開く前に大雨降った時、はい、長が来て、はい、あの、はまってくれた、ね、はまってくれたっていうのは、はい、コブラが、コブラが、コブラの頭で、あ、あの、はい、っていうのもあるしですね、まあ、いろいろ、まあね、簡単にですけど、やったりしてるし。で、日本では長尾って言うんですよね。長尾が、長尾っていうのが、あの、怒りの長尾っていうのが、ちょっとごめんなさいね、水の神様で、井戸の神様。ありがとうございました。ミヒカ姫っていう、長尾の。あの長尾ってあそこである、あそこ怒りですよ、観音寺の怒りのところ、あの奥に、うん、要するにあそこで水銀が取れたんですよ、うん、で水銀がやっぱり昔から日本の技術って優れてて、その水銀が必要になった時はさ、金箔をつける、そう、2250年ぐらい前はみんなあそこから取ってきたんです、お釈迦様が生きていた時、3回、うん、スリランカに行った時、はい、長老ナーガと
ということで、マホデラとナーガのポタルの中にちょっと、まあ、喧嘩があって、お釈迦様が座ったの金で、はい、宝石でね、はい、作ったの椅子のため、その時みんなに説法して、はい、法話して、はい、そのいや宝石で作ったのは椅子を真ん中にして大きいパブダダが作っている、ね、だからナーガについてその法にも本にも書いている関係で、はい、もっともっと昔から。でやはりそのさっき星が仏教に密接しているとおっしゃいました通り、そのじゃあその、長いものその竜とか蛇っては一体この地球宇宙上で何を表しているのかと私考えた時あるんですよ。だから彗星だと思う。彗星、彗星が地球をかすめる時とか、そして当たった時、要するに隕石ですよね。それは大変なことになったって、もう昔からそれはそうであったって。で、地球の地軸がちょっと歪んだだけで気温が変わる、大変な天変地異が起こる。だからそれで生と死を司っている、生きることと死ぬことを司っている竜神である、蛇である、とだナーガがそれが注意しなさいよ、それをちゃんと見つめてなさいよっていう先祖たちの教えなのかなと私は思う、はい、そうですよね、うん、実に面白い、実に面白いなんで福山なんで福山すみません、今日はどうもお忙しくありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお店の方に行きます、はい、美味しいですね、はい、多分来週の月曜日、はい、8日の中に。ああそうですか、はい、またまたよろしくお願いいたします。またね、日本に来るとき、はい、そうですね、ホームページも載ってらっしゃいますか。待って私ホームページには載ってないんですけど。あ、そうですかそのインターネットのの、まあ、はい、個人的な名前ではいろいろ知ってるのは出てるんですけど、未成の本というのは少ないんですけど。あれ先生のご住職のお名前は何でしょう。ダンミカ。ダンミカ。これはダンミカさん。ダンミカさん。ダンミカです、ね。わ、はい、かりました、はい。どうもありがとうございました。はい、またぜひね、はい、そうですね。だったら連絡いただけたら。わかりました。また連絡します。はい。どうもありがとうございました。はい。スリランカに来てください。はい、わかりました。ありがとうございます。またちょっとこれご縁にして、はい、スリランカとの関係できたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。すいませんでした。いえいえ、とんでもないです。